キラキラキラリ輝く岡崎人。キラキラキラリ輝く岡崎人。今日は6月、滋賀県彦根市で開催された約420点のひょうたんが並ぶ全日本愛評会全国大会で最高賞秋篠宮殿下賞を受賞した中村町にお住まいの河合健さんです。河合さんは豊田市下山村の出身。長年双葉産業で溶接プレスの修理など車の部品製造に携わってきました。その河合さんが作り出すひょうたん工芸はまさに芸術です。最高賞の作品は長さ55センチ、対のひょうたんに精巧な彫刻と緻密な線で鳳凰と龍が描かれています。それではたくさんのひょうたんに囲まれて河合さんにお話を伺ってきました。最高賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今回受賞された作品ご紹介ください。絵柄は龍と鳳凰をあしらって描いたというのか彫ったというのか、そんな感じです。実は最高賞を受賞されたひょうたん作品は今ご自宅にもないんですよね。はい、そうです。殿下の方へ7月22日に献上しました。実際に秋篠宮殿下にお渡しになったんですか？はい、そうです。22日は持って行ってたんです。それから約1時間お話したです。そうですか。実際にお会いになった秋篠宮殿下、どんな風に？一言に言ってね、スリッとしてもう若々しかったですね。どんなお話されたんですか？ひょうたんのことをどれぐらいかかったとかね、もろもろ。その後殿下と記念撮影したんです。それは貴重な時間でしたね。夢の感じでしたね。今回最高賞ということで、全国展示会は滋賀県彦根市で行われました。去年徳島で銅賞いただいたんですけど、まだまだ全日本では若小僧です。そもそも河合さんはなぜひょうたんの作品作り始めることになったんでしょうか？22年前ぐらいにおじさんが作ってみて、なんとなしにかこれひょうたんいいなーっていう感じで作るしかないかなと思って作り始めたのが始まりです。このひょうたんの作品も細かな細工のものだったり、あとは瓶の中になんて可愛いんでしょう、ひょうたんがたくさん収まっていて、いろんな作品があるんですね。はい、一見ただ瓶の中にひょうたんが入ってるっていう感じで、なんで口が小さいのにひょうたんが入ってるのっていう。ひょうたん確かに瓶の口より大きいですね。はい、あれは一体どうなってるんでしょう？ちっこい時に雌花が咲いた時に完全に着火するように銀粉をしまして、瓶の中で栽培して大きくするんです。瓶の中でひょうたんを育てていく。はいはい、ただひょうたんいくつもありますが、最高5つあるんですけど、それは3年ぐらいかかりますね。3年ですか？年数がかかるんです。大変時間と手間がかかったもの。ひょうたんを庭に育ててらっしゃるんですよね？はいはい、まず種まきして雌花が咲いて受粉をしまして、格好のいいものを選び抱いて、これならいいかなっていうことで大きくして、一つの株に最初大きなものだと2個ぐらいつけて9月の終わり頃までならしておくんですけど、それを収穫してつるのところに穴を開けて、今度水槽の中へ完全にひょうたんが水に埋まるようにしないと模様がついちゃって見受けるしひょうたんになるんです。たつき水の中につけといて、それから種を出して中をきれいにしまして、今度はきれいな水に2週間以上アク抜きと悪臭抜きをするんです。それでゆっくり日陰干しをしてひょうたんは完成します。それからこの大きさのこの形のひょうたんはどんな絵柄絵を描くがいいかな決まらんで、これぐらいかって描き始めて、彫刻刀で彫ってその谷へ顔彩を入れるんです。で仕上げるということです。随分と時間のかかるものですね。はい、ただこの何といっても絵柄、先ほど七福神見せていただきました。彫ってるんですね。はい、そうです。線自体が力強く僕には感じたんです。これ面白いなと思って、ほとんどが彫刻刀で彫ってその谷へ墨を入れてるんです。絵の色合いもすごく綺麗ですね。体色に強いとか言われとる顔彩を使って、割に薄くたっぱりした色使いを気をつけてやってるんです。後ろのこう細かい、もうあれは三角三角が一マスに4つあるんです。半分
三角面を掘って半分残している加工方法です。薄皮を残して透かし彫りという名前がついてるんですけど、掘る時に瓢箪自体が目があってパッと奥へ入っちゃう目があるんです。体が覚えればまあそんなめったにないです。作っていく中で一番こう楽しいところはどんなところでしょうか。これやってやろうっていうその勢いね、気分がまあいいじゃないですかね。気合を入れて思うままにっていう感じですが、もともと河合さんは物を作ったり絵を描いたり得意な方。まあ小さい時から好きでは好きでした。こう細かしいことがね、それが大人になって忘れんでやったかなっていう感じですわ。今私が見せていただいたのはほんの一部で、奥様にお伺いしたらば瓢箪部屋があるということで、プレハブに全部瓢箪、住屋の方は6畳一間が瓢箪にいっぱいですわ。瓢箪だらけいっちゃう、うん、瓢箪って本当に縁起がいいそうで、瓢箪はね6つ揃えて無病、3つ揃えて三拍子、2つでニコニコ病、親子病なんて、それと舌が広いでしょ、これで末広、それと瓢箪は口は小さいけど腹のかさは測りきれないっていう、そういうことを言う人もありますね。まあ、僕たちの子供にもね、田舎行くと必ず柱に一つぐらいは瓢箪がカモイにぶら下げてあった記憶があります。たかが瓢箪、たかが瓢箪って僕言ってるんですけど、いろいろ書いたり彫ったり切ったり、なかなか奥深いです、うん、もう最高賞も受賞しました、はい、これから河合さんが作ってみたい瓢箪、どんな瓢箪でしょうか。今頭の中で考えてることですけど、ボトルシップを2瓶ばかりやってるんです。それを瓢箪をくぐって中へヨット組んでみたいと思ってるんです。船も作る。あ、作ってるです。あ、もうそういう趣味もお持ちなんですね。それを透かし彫り掘ってヨットをその中で組み入れたいです。もう今頭の中に考えてるんです。アイデア無尽蔵ですね。何を見ても瓢箪にどう使えるかなって浮かんでくるんじゃないですか。参考にね、市の美術館ほとんど毎週見に行ってるんです。これは瓢箪に使えるなとか、全く関係のないことでもちょっとやってみたい。そのエネルギーの源はどこなんでしょうか。好奇心かな。人がやってることは自分にもできるわけがないという感じで、面白そうだというのは挑戦しておるです。新しいボトルシップのその船が瓢箪の透かし彫りの中にある驚き瓢箪、完成したらぜひ見せていただけますか。はい、ぜひ見ていただきたいと思います。河合さんは瓢箪工芸を作る際の道具も自ら作り、瓢箪に最後につける房も研究を重ね自身で結んでいます。今は人生の特権、時間がたくさんある、それをどう使うかですという河合さん。奥様の八重子さんは植物など精巧な粘土工芸が趣味です。いずれはまた二人展を開きたいと話す河合さん。キラキラキラリ輝く岡崎人、今日は全日本愛評会最高賞受賞、河合健さんでした。